やるか。相変わらずだな。へい。二人なのか。二人なのか。誰かいるから呼んだんじゃないのかよ。全然いいけど。いやなんかなんかやんのかなと思って。よろしくお願いします。お約束そうなんだ。全然いいよ。全然いいよ。いや俺は別にいいんだけど、いいの。全然いいけど俺は。よっしゃ、やろう。雪印もん可愛いんだけど、雪印もんイメージキャラクターみたいな。しょ、なるほど。うん、練習中っつってたからな。みんなでできるといいっすね。この間磁石さんとやった時面白かったからな。みんなうまいな、ほんとに。むずい。あ、むずいな、これ。きついな。わかった。俺は友達、そうか。そうかね。友達いないよ俺は。全然っすよ。あんまり友達増やしたくないし。磁石さんね、磁石さんの友達って言ってくれたんだよ俺のこと。ちょっと嬉しかった。むしろ俺のこと覚えててくれたんだなぐらいの人だったから。マリカ一回走っただけだったから、なんか嬉しいよね、覚えててくれると。友達いないぞ俺は。うん、なるほど。面白いっちゃ面白いな。無茶はできねえけど優しい、いい人だよあの人。唐突やな、唐突。相変わらずあれだな、あのサイコパスリップを飛ばすな君は。まあめんどくさいんだろうけどね。なんだっけあれ、最新のツイートにさ、その時のさあれを書くよね。別にそのまま送ればいいんじゃないのかって思ったけど、返信ボタンついてて楽ちんだぜって感じなんでしょ。お前面白いな。ポンニャ。あ、なるほどね。全然いいよ。なんとなく気持ちはわかるよ。だからサイコパスだなと思って見てた。楽だからね。ボタン1個でできるからね。昔は何事だってこいつなんか切れてやがるって思って。初めて見た時ね、こいつね、なんかだいぶあれだなと思って、ガン決まりじゃねえかこいつって思ったけど、楽ですからね。そう、楽は大事。ジーニャ、俺の弟さ、あのイベントこなすのめちゃくちゃめんどくさいから、あのアカウント3つ作ったって言ってた。正しいのかもしれない、ある意味。そういうあれもある。まあね、有限だからね時間っつうのは。
マンゾメじゃねえか絶対マンズでしょ。振り込まないでって感じだな。のてんにゃポンニャの CM みたいだね。うん、この間見た。結構出来が良かった流行ってるみたいですよ、うん、このゲーム自体がすげえ流行ってるらしい。まあ勝ったわ、終わり。さすがに勝ったわ。さすがにこれで負けたら嘘でしょこの間そんなとこから負けたんだよな磁石さんと打ってるとき、いやあれ第3弦あれで上がれなかったらもう無理だよいや上がれるでしょ早すぎるって言ってた。しゅぎる。どこがいいんだろうな。こういうのわかんねえんだよな。ジーニャ。二人でマージャン。全然いいけど。うん、切れてるわ。お前と同じだぞこの鳴き方大体。お前は切れんね。なるほど。しゃあねえか。かんにゃ。おめえ、ほぼお前やぞこれ。ほぼお前やぞこれ。ああもう最悪、下手くそ。いやだ、来ねえんだもんだってマンズ全然。もう無理かなと思っちゃった。綺麗夜つむにゃ。こいつあ、しかもタイヤをのみ面白いじゃない。ヘッドレスかおもしろいことになってんな。だいぶ面白いことになってるわ俺んとこ。うん、何これって感じこんなハイパイ見たことない。いやもうやっちゃう、めんどくせえ。乗った乗ったごめん乗っちゃったリンシャンで取っとくのがねいいんですけどね本当は。ジーニャ、お前ボンニャクソ染めじゃねえか。絶対溢れるぞ、絶対に溢れるな。いやピンちょっと怖かったけど。あ、ポンニャ。なんでだ、なんでだこいつ。
気だ。ロンニャ短期でなんだよそれ。トンタンとかでべ、どうせ。あ、死んだ回線が飛んだ。誰か上がるたびになんかショックで飛ぶの面白すぎるんだけど回線ギリゲーみたいな。しかも点数的にまだ全然余裕があるっていうのが面白い。うん、帰ってこれないか。ちょっとじゃあ伸ばすか。俺がじゃあできるだけ伸ばすから。あ、入って遅かった。結構頑張って伸ばしたんだけど。うっす、めげないな。ポンニャ、ナイスファイト。明日はね、トシヒロさんが来るんすよ。楽しい楽しい人修羅戦ですよ。とやかく言えないぐらいのクソ泣きをかまして。お前ロンニャ切れてる。あ、もう安いね。まだこんぐらいなら全然忍力。ポーズだいぶぶっこいてんなこれ。56789だもん。56789はやばいな。言うてでもだな。先天か。 CPU 2人ってやっぱすごいな。面白いな。とりあえずないとこ。一応点持ってるけど、
かったかな。ビーチにゃ。はあ？えい、こいつ舐めとん。筋っていうか通ってた。見てなかった川。ごめんね、俺流しちゃった。まあ結構競ってっかんな、危ないからな普通に俺も。うん、まあ全然だって2曲なら全然、むしろ危ない。おい、ラスオヤじゃん。ラスオヤっていいよな。優しい、ありがとうございます。強い手が張ってる模様。いきなりでもびっくりしたけど、いきなりポンニャって言われて、で来てみたら、あの俺とバツ以外誰もいないの、めっちゃ笑ったわ。俺ら二人なんだ。お前面白すぎるだろそれは。全然いいけど、全然いいですけど、うん、そういうの好きです。愛すべき友を持て、りょう。これよし。確かに言われてみればそうかもしれない。かんにゃ。まあええんやそれ。まあ練習ぐらいの気持ちでね、やるといいかもね。肩肘張らずに。交換か。これあれだな、檻だな。さすがにこんなんじゃいけねえ。ああどうすっかな。運が良かったら上がれっかなって感じかな。嘘でしょ。ああ、いや、いけるな。なんだこれ。すげえな、ドラしか来ないんだけど。ジャッカルじゃん、完全にジャッカルだった。アキラちゃんだった完全に。なんでだよ、ふざけんね。なんで3連続なんだ。やばい、切れていいね、これは。これは切れていいね。全部来た。
全部来た。ディアンソー全部来たんだけど。お前んとこあったんか。お前のところにあったのか。行って及ばずって感じだったっ、ね、惜しかったな。でも天下無双にゃ。お、えい、もう一人ぐらい誰か行ってよかったんだけどね。あ、全然いいけど。春坊はなんかあれだからね。お、デザインが変わった。気分を変える。明日はね、年色がね来るんでね。チンポすごいよな。名前マスクかかってても誰のこと言ってんのか分かるってやばいな。いきなり落ちてる。いきなり落ちてる。俺がじゃあ粘る。ここで俺がちょっと粘ってみる。ちょっとギリギリまで粘ってみるわ。相性悪いな本当に。お、帰ってきた。ふうめっちゃキレてる。そう、そらそうもなるわな。うん、大変でしたね。チンポなんか超打ってっけどね、うん、なんかめっちゃ大戦やってるよあいつ。大戦やってんだったら俺らと打てっつんだよ。ビーチにゃ。はぁ、何がなめとんきさん。今の拍はなかったな。ここで吐くだな、やっと。あがられそうっすね。さすがに早すぎる。やんめんだったらほぼほぼ無理だな。ソースじゃねえのか。ソースじゃねえ。ソースじゃねえのか。しか誰もハツ持ってねえ。面白いじゃないの。絶対ソースだと思ってた。ソース以外ありえんだろうぐらいの気持ちでいたわ。いいな。あー、これはこれはあら、だいぶこれはだな。
ちょっと難しかったけど、あーでも、3色とか考えれば、うーんだな。行くかこれ。行っちゃえ。これ裏乗ったわ。乗ってないじゃん。ああ、コマンか。乗らねえで、あれか、そっか。一発がつくから。ノーガードすぎるだろ。ありがとうございます。いや、運が良かったっす。何の迷いもなく。何の迷いもなくバシッてきた。力強い一打だったな。リーチにゃ、こいつなめんじゃないよ。なんかジャスティス学園超やりたく、明日唐突にジャスティス学園配信始めるかもしんねえわ。ジャスティス学園唐突にやりたくない。あえおお、愛と友情。負けから何かをつかみ取れ。あ、いいんだ、オッケーなんだ。ジャスティス学園やっかもしんない、明日唐突に。チー、熱いぜバカ野郎。ハヤト先生、俺とシュン結構女の趣味が京子先生が好き。ということは俺はもしかしたらシュンの嫁結構好きかもしれない。あ、見たことないですよ。うん、見たことないけど。俺なんか知んないけどあいつと女の趣味合うんだよな。これいけそう、なんか上がれそうな気がする。3巡目リーチか。なんかでも勝てそうな気がする。でしょう。しかも竹、しかも竹。三色ついた。なんか上がれる気したんだよな今の。うん。勝ちましたね、三巡目リーチに。気持ちいい。ぎもじ。ぎもじってやつですね。ぎもじ。ここでよかったか。なんだこれ。なんか変だぞこれ。なんか変だな。あ、行けって言ってるな。これも行けって言って。はあ、ふざけんなこいつマジで。もうなんかもう神様が行けって言ってるわこれは、さすがに。やんや。お前。
ですよ。そこか、そこは強いな。カンマチか、カンマチで一発は強いぞ。バツめっちゃへこんどる。へこんどる。いやでもまだトンバだから全然大丈夫っすよ。こっからよ。7700点。そう、ちっちい一発は耐えられる。食らう前提になってる。いかんな。まだ全然親もあるし、いいよね。ああ、いやでもな、安牌残しな。そうだよね。お、やる。お、高い。あ、いいね。いっぺついてる。パン屋を、あー。うまいね。ヘッドレスをあれだね。ちゃんと両面で受けてる。うん。素晴らしい。やるじゃないですか。なんか上手くなったね。うん。ちゃんとそういう上がり方も。やるようになったよな。もっとぐちゃぐちゃだったみたいな。ちゃんとなんか成長がうかがえるのはいいですね。俺が言うのもなんだけど、このおっさんなんでそんな上から目線なんだろう。師匠的なポジションちょっと狙ってるのかもしれない。微妙だったな今のな。そこはねえんじゃねえかな。なるよね。まあ、かわいい。スタンプがかわいい。そういえばあれだね、あの空想科学アドベンチャーシリーズ、下着とかさ、カオスヘッドとかあるじゃん。ロボティクスノートとか、今ちょっと言えてなかったけど、ロボティクスノートとか、誰かオカルティックナインやったやついないの？タイターさんとかやってないの？聞きたいんだよな、感想。あれどうだったんだろう。感謝します。キクルってドラ乗ってんじゃねえかよ、がっつり犯罪ですよ。なんでお前がキレてんだよ。いや触れねえなこれは、さすがに。あ、おお、ほい、あー、つえー、めっちゃつえー、あっしんだ。つえー、燃えるぜ。どうしますこれ、もう天下無双にゃ。ちょっと早かったが、もう半チャンぐらいやりますか。
ラスハンちゃん行くか。誰かいないかな。シュンボとかいないのか。死んだ。知らん。あ、いや。まあまあちょっと今のは不完全燃焼やったな。このままじゃ呼んじゃいますよ。じゃあ俺が。なかなかうまくいかんな。今のはでもしょうがないよ。今のはちょっとしょうがなかった。行かなきゃいけなかったしな、点数的にも。3倍マンか。栽培マンでしょ。頑張ればお前がナンバーワンだ。ベジータも喜んでる。たまげだな、サンバイマンとは。サイバイマンはやばいですね。なかなかあれは切れていい。カズマくんも言ってますね。お前は今切れていい。何我慢してやがる。お前は今泣いている。あのシーン好きなんだよな。お前は今泣いていい。泣いていいんだ。敵同士だった二人が、なんか一番あの瞬間が、なんか一番なんか分かり合えたみたいなシーンでしたね。スクライドをね、ぜひぜひ。好きやろ、好きやろ。ふざけんな、こいつ、マジで。人がせっかくスクライドに、スクライドをアピってる、気持ちよくスクライドをアピってるのに。なんと、俺最速で俺の欲しいとこが全く来ないんだけど、誰だ持ってるやつ。ジーニャ、あ、ロンニャ、マジで。なんでだよ。なんだその町は。なんでナンが出ねえんだよ。誰だよナン持ってたやつ。出るでしょ、常識的に考えて。ドラでもねえんだから。あ、私親ですか。しかも赤ドラ切ってるぞ。切れてやがんな。相当切れてるぞこいつ。一発だったら今ちょっとやばかった。心臓止まってた。こいつらプレイヤーに勝たせる気ねえぞ。なんてこったい。これ上がれんのかな俺ら。俺ら上がれるこれ。私の親知らないうちに流れてるんですけど。なんでやろうな。なんか通り過ぎてったらしい。記憶にねえわ。ポンポン切れな、ドラを。ドラは命より重い。利根川先生もそうおっしゃってた。チー、さすがにもう切らざるを得ない。ああなるほど、いい形になったな。あとはこっちかな。こっちだね。
それで完璧なんだけど、マジか。いや。チ。なんか気づいたらすごい鳴き方してるやつがいる。マジか。危ない、ギリギリ。結局なんだって、いやでも満染めじゃないよな、あの感じ。さすがに満染の染めじゃない。食いたんだったのかな。今宵はなかなか悩みどころですな。悩みどころさん。なんですけどね、インしてなかったよ。おっさんからでもあれだね、ちゃんと届きましたね。あ、そう、46億年物語も届いたんだよな。やってみよっか。ソーズがやりたいって言ってたんだけど、なんか俺んとこに届いた46億年物語。そうするやらないだろうしな、うん、まあ俺だよな、なら俺だよな、俺が行くでしょう。ボンニャ活目せよ。上がれ、うん、いやさすがにか、これで上がれなきゃ嘘でしょ。明日トジーロとポンニャできる機会も設けておりますので、ファンの皆様は46億円もなんか面白いらしいね。リーチです。うん、マサル曰くなんか自分でやんなそうだからっていう。さすがにいけないな。ロン、お、やるね。そらか。こうあるんじゃないですか、今回。おお、強っ強っ。いいね、小羽か。とりあえずあれだね、開封動画早く撮っちゃわないと。久しぶりだな、開封動画撮るの。なんか謎に緊張してる。多分誰も見ないだろうけど、逆にそうだよな、誰も見ないって考えれば緊張もしねえな。最近はでもあれだね、なんか YouTube の側の方がさ、なんだろう、ちゃんと仕事してないからさ、再生数全然あれだよね、正しくないっすね。
再生数ゼロの動画ばっかりなんだけど俺んとこ。いやもしかしたらそうなのかも。なんかでもアナリティクス、ティックスで見ると全然再生数違うんだよな。どうでもいいけど、うん、俺はもうチャンネル番を食らった日からもう気にしないと決めている。あ、いやここじゃなかったかな。おお、なんか合ってた。合ってなかったけど合ってた。本です。ああ、いいとこなくね。絶対切れないとこ来た。ビーチニャ。こいつ。ボンです。なんでそんなとこ持ってくるかな、本当に。運がね、いや、さすがにそこは無理だ。そんなとこ切れねえ。超光ってっけど、左の人超光ってっけど、なんか知んねえけど。なんか知んねえけど、左の人超光ってっけど。なんかいいことあったのか。ノーテンニャ。手前の老僧、いや、窒素を切るべきだな。そういうの下手くそなんだよな。うん、より確実にいくならそういうとこっすよね、やっぱ。なんだこれ。今回俺がダメそうだな。こいつなめし腐ってからに、リーチニャ。そんなどうしよう、わかんねえ。えい、ロン。あはは、合わなかった。まだ安いな。ニック分からんかったわ、なかったわ普通に。うん、なるほど。あー、なるほど。泣きたいよ。強く打って死ね。ボンです。全然今の場面じゃないんですけど、マンゴーさん。いやマジ強く打って死にてえよ。強く打って死にて、強く打ちてえんだけど、なかなか打てない。
あー、いやー、どう、いや、さすがにでしょ、これは。これはさすがにだろう。なんでだよ。リーチにゃ。何がだよ。いやー、マジ出ろよ、ほんとに。ふざけんな。最悪、マジで握ってたべ。なん分かっておりますよ。なんだせっつん、はい、くそ、超強かったのにな。上がれなかった手のことブツブツ言うやつに、ろくなやつはいない。なればこうだ。なるほどね。いい、これが我の選んだ道よ。ぶっこいてんよ、マジで。しかも高めだ。高め、高めでぶっこいてんだこれ。もうちょい、さすがに待つべきだったか。親だったからもう行っちゃった。ち。これ上がれなさそうっすね。うわ。上がれた。いや十分だろ。リターンドだ。いや三色あったー。おい、3色あったらインパチだったじゃねえかよ。こういうとこですね。いや、両面、そうだよな。3色見てもよかったよな。見てもよかったとか、見なきゃダメだったね。負けてんだから。人の言うことは本当に正しくない。ん？足？あ、生き返った。お帰りなさい。切れてっから。人の言うことは本当に正しくない。価値観、考え方、生い立ちは違う。それぞれ常識がある。だから人の言うことをやることはことをやることは1割も信用してない。結構辛辣なこと書いてる。でもその範囲を超えてくる人もいる。正しいかそうじゃないかは、自分の常識。あ、そうです。自分の常識、気分と公式、いつも通りに行くぞ。正直陰踏んでるなっていう感じっすね。あ、しゃあない。今の早かったかんな。いや、あんこってたんだよ。チュンがドラのチュンがあんこっててさ、あ、これやるっきゃないとな。とりあえずあれだな、なんか早そうだから弾いてけと思って。
サメでいいだろこんなもんと思ったらなんか早かった。あれ染めなきゃ嘘でしょ。そんな感じでした。俺のことは運のいい、運がいいだけのゴミだと思ってくれ。あ、ツナックス、あ、ごめん、恥ずかしい。ツナックスのツイート読んでました。すいません、かっこいいこと書いてあったなと思って。ご無沙汰してます。いつもあの動物の森ではお世話になってます。今日はね、バツと2人で打ってるんだ。かれこれ半ちゃん3曲。まさかツナクス打つやるか。これはこれはツナクスフラグ来たか。そうだったんだ。いや大丈夫っすよ。そう、そういう時は俺にうるせえぶっ飛ばすぞってツイート飛ばすといい。ツナクスも大変だよな、いろいろな、うん、仕事とかもあるだろうし。何かあったらあのあれですよ、俺とかバツとかに、あ、全然頼りにならないおっさんたちがお話を聞くんで、うん、お話ぐらいは聞けると思うんで。ビーチにゃ、ウリツモにゃ、はあ、舐めとんこいつ。この通り俺なんか常にキレてるから。あったっけ。親かぶりじゃねえかバカ野郎マジで。そう、俺がバスから絞り取ってくれ。そう、だいぶチュルチュルしました。ドレインタッチしましたね。なんだよな、俺もだから今の仕事になってすごいすごいあれだね、あの何も言われないんですよ僕の仕事って。うん、俺一人でノルマをこなしていけばいいみたいな、そういう感じの仕事なんで、なんかやることやってたら何も言われないんだよな。上司もいないし、いや上司はいるんだけどあんまり来ない。あんまり来ない。今の仕事になって、前まではもうイラ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 してたわ本当に。いろいろあるよな。なんか今日カンちゃん入るだよね。うん、カンちゃんが入る日でございますね。マンギョンボンゴー、死ぬにはいい日だ。お前ツナがごとく、ツナクスのごとくも見たいけどね。ツナクスそうだよな、キャップもねえんだよな。いや、あいつあいつならやりかねない。あいつならやりかねない。これ別にしかも攻める必要ねえかんな。これで食らったら目も当てらんねえかな。あ、ツナクス五徳7買ったの、マジか。感想よろ。カスが一番、いやカスが一番みんな好きなんだよな。大学の時にさ、そう、カスヤとさ、クズオカっていうやつがいてさ、あのね、あの名前が超好きだったあいつら。でカスヤは真面目だったんだけど、クズオカはマジでクズで好きだった。カスヤとクズオカはやべえと思って、あいつら仲いいんだよな。これゴミくんがいれば完璧だったな、いつも思って。
あ、ゼロ終わったんだ。うん、のてんにゃ。ゼロの意味はね、ぼちぼち早く出てくるよ。うん、恐ろしいの、お前それ染めじゃねえのかよ。それ俺が、でもうまいね。俺もそれよくやるからな。ユンボイがあれだね、結構ビビってた。と染めと思わせて全然違う。こっちの方は切れるなと思って刺すやつね。総図で煮泣きとかしてさ、実はマンズで待ってたりとか。俺見たらクリア。相当早いぞそれ。3章ぐらいで終わるんだけどそれ。いや2章ぐらいで終わるかもしれない。何のために買ったん、何のために金払って買ったんで、そのゲーム。カツアゲくん、いや、カツアゲくん以外にね、いるんだよ。めちゃくちゃ俺に似てるやつ。めっちゃ俺に似てる。本当に似てる。俺、若い時ああいう感じだった。カツアゲくんぐらいでね、ガタイ良くなりたいですね。カツアゲくんの人さ、あれらしいね、あの雪印先輩が知ってたんだけどさ、あのなんだっけ、仮面ライダーとかやってた人みたい。首から下がさ超でかくてやばいんだよな、カツアゲくん。雪印先輩聞いたんだよ、え、本人もこんぐらいでかいのって、さすがにそんなんじゃないですって言われて、さすがにって言われて、企画外だったかな、完全に。あ、ユンボイ、ユンボイがごとく。みんな待っているユンボイ、ユンボイがごとく。ツナクスが来た、そしてユンボイが来た。これは俺とバツ2人で、2人の麻雀に兆しが見えたんじゃないの。リーチです。てめえふざけんじゃねえ、しれっとリーチしてんじゃねえ。クロスギガンテスだなこれ。かあ、これアジズライダーがね、ここかな。なんと4枚目全部。あ、うるさい、お前、お前の方。待ってるの、今度。やりますか、俺とバツで、あの3曲ぐらい打ってる。てか、なんなら崩していいよ。崩していいよ、この部屋。賛成の反対なのだ。バーニー。あ、数秒前になってる。あ、入った。人がオンラインになる瞬間を初めて見たんだ。あの、ハチミツとクローバーみたいな。人が恋に落ちる瞬間を初めて見た。なんならツナクスも、ツナクスでもあれか、まあ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 、唐突すぎてあれだけど、アプリ消してた、ててーん。わかりましたね、気が向いたらまた入れてやってください。うん、だいたいやってっから、おっさんたちだいたいやってっから。最近チンポコ引き抜き丸が頑張ってるらしい。あ、これどうしよう、あ、うっす、お話しします。おお、かっこいい、なんだそれ、かっこいいぞ。ユンボイもあるか。あ、了解っす、その際はよろしくお願いします。ユンボイかっこいいぞ、サムライスピリッツか、いいね。課金アバターなのかな、それともあれか、なんかガチャで出たのかな。あ、やべえ、長えぞこれ。朝ついにて、あ、なるほど、わかるマン、かっこいいな。昔のあれだね、上地雄介みたいな感じだね。うん、これからか、よろしくお願いします。ユンボイの朝ついにてか、あ、いいねそれ。
それいいじゃない。うわーマジか。これマジか、本当言ってる？7にもツナックスあるんじゃないの、さすがに。あれはさすがに外さないでしょ。これどうしようかな。一回いっちゃいっちゃい。場合によっちゃゴミ手です。場合によっちゃ運次第です。断言しよう、断言しようっていうか、あのこれ場合によっちゃリーのミス。あくそですよね。はい、これが頑張れなかったおっさんの末路です。ドーンリーのみ。あ、浦さん乗ってる。いや、スーアンまでな。いや、でもこの順目だったら待ってもよかったか。すっぴん来たし、行っちゃった親だったから、クソリーでした、申し訳ねえ。俺のことは今日からチンポコ引き抜き丸って呼んでください。この世で最も恥ずかしい名前で、バーニングでしたね。開幕バーニングだった。っていうか、トン1からか。トン1からあんな手入るんだな。燃えるぜ。ユンボイもでも急にあれだからな。バーサーカーモード入ったりするから。急に力が欲しいかってなるからな。恐ろしいよな、あれな。今のないかな、さすがにだったかな今の。なるほど。チまあなあ。起きたらいい感じなんですけどね。この並びはさすがにな。ふう、どうしよう。もういらないか。なかなかになかなかっすね。ポンです。ほう。マジかよ。やべえな。これなんかダメな気がしてきた。すげえ崩れてる。意外と、あーすみません。ロンニャ、安めですね。うん、肉。
うん、あの音楽いろいろあるんだな。いいな、ユンボイのあれだな、チェック不足やったな。ユンボイツイートチェックや。あ、今日のあれ良かったっすよ、あのロードローラーみたいなやつ見てました。こうだよね。ユンボイのツイート見るとやっぱあれだね、アイアンローラーだこれいいな、いいセンスだ。うんうん、ユンボイのツイート見てるとあれだな、やっぱポケモンガチ勢なんだなっていうのが伺えますな。お、600円払うと一月の間に毎回60個石がもらえる。おーっていうあれですね、把握しやした、そういうあれだったんですね。わかりましたんで、激ガタッチや、なんでもあるな。うわ、ぶっ殺すぞこの野郎。今日私乗ってます。あ、しかも一発ツモしちゃうちこれは、あ、ドラウラウラ持ってるな今日。運がいいだけのゴミじゃねえかマジで。申し訳ないな。ヤムチャまであるのか。ユンボイのあれがこっちに来たのかもしれない。力が欲しいか。だいぶ捧げてる可能性あるな、俺も。頑張れバーニング。なんだその顔、知らん俺って顔してただいぶ知らん俺って顔してたくぅ、チン、今日はなんかだいぶ本当に実力とかじゃないんですよ、これはマジでただ運がいいだけ赤子でも勝てる今なら。このアカウントを使えば女子供でも勝てる、このアカウントさえあればね。木赤狼そういうのなかったっけ、木出てる赤狼にそういうのあった気がする。赤狼やりたいな。赤狼セールなんですけどね、セールで5000円っていうね、セールとは、うん、まあ赤狼人気だしね、 35% オフだからな。まあ僕はとじいろさんから借りるんで、そのうちまあ言うてな、ブラボとな2買ったかんな。ブラボはまあフリーだったけど2買っちゃったかんな。相当後の方になりそう、赤狼とか。てかブラボー俺いつやるんだろうね本当に一回やったんだよね、最初の方だけ。ロン、お、声かっこいい。いや上地雄介思い出すな似てるよな。ヘキサゴンとか似てます。そうエッチな顔してますね、
エッチな上地雄介。ルオ巻き舌だったな。マサルと同じぐらい巻き舌だった。でもなぜだろう。マサルほどムカつかね。ツイッター、あのね、マサルのねリトゥイートがマジで嫌い。ぶっ殺したくなる、あれ聞くと。リトゥイート。ツイッターをリトゥイート、ツイッターのリトゥイート機能が、これ、ラヤさんに言ってみたら発狂すっから、あーって言って頭を押さえ、抱えながらなんか発狂し始めるから。俺とマサルは、俺とマサルじゃない、俺とラヤマってやつは、マサルのさ、なんだろう。英語できないくせにやたら発音にだけこだわる汚いおっさんが大っ嫌いなんで、マジで。そう、この世でダイオウグソクムシの次ぐらいに嫌い。いや、俺ダイオウグソクムシさほど嫌いじゃなかった。汚いおっさん、あ、バツ死んでる、バツまた死んでる、死んで生き返ってまた死んだ。知らん俺になった。バツ今日4回ぐらい死んで、不死鳥フェニックスなの。あ、帰ってきた、お帰りなさい。あ、優が何事もなかったかのようにチャーシューばいてる。フェニックス、フェニックス岡山。ブラー、どうした、笑えよベジータ。かわいいなそれ。4コマ、新聞のなんか端っこの4コマみたいな載ってそうな。フリテンくん、フリテンくんとか知ってるかな。岡山でごとく激アツやないですか。すげえ渋いな。チー、赤ウか張ってるな。そこで赤ウは強いね。本です。お前お前、あ、俺履いて、弾けませんでしたね。いやー弾きたかったっすね。のてんにゃ。うん。この間ラヤマがイニムズってやつ作ってた。お前の入れ知恵だろ。イニムズってどっから出てきたんだ。イニゲですから私。なんでもいいけど別に。イニムズってなんか外国人みたい。外国人みたいでもない。アマゾンのお口に住んでそうな。なんかどっかの民族みたいな。あれは言ってないよ。なんでで、あいつなんでじゃあ知ってんで。全然いいですけど。ち
ャンラヤ元気ですよ。最近ポケモン配信してる。YouTuber かもしれない。もう、もはや。ムズってやつより YouTuber かもしれない。いいじゃないか。早まったかな。ぶっこいてんね。チャンラやね。元気みたいっすよ。俺も言うほど絡んでないけどね。たまに配信来るぐらいかな。ツナのチンアナゴぐらい。俺それよくわかんないんだけど。下ネタではない。やめって言われてる。黒歴史集が伺えるんだけど。一体何が、俺の知らないとこでなんか面白いことがあったらしい。東龍子リトゥイート、うん、違う違う、いいじゃない、ウィだから、ウにちっちゃいイだから、リトゥイートだから。ムカつくだろう、殺したくなるべ。そうそう、リトゥイートだから。トゥイッター。チーニャ、やべえよ今。頭から角生えてきたかと思った。ムカつくわあのおっさん。あ、マジか。ラストハイ積もった。持ってきたかな。あ、言えたわ、初めて言えたわ。新庄パパ、これ背底で積もれるか。ダース急走。すいませんでした。運がいいだけのゴミなんで。今日なんか持ってる。だってさ、チーの声かっこいい。いやー、さっきもさ、チーソーパッソーソー、チーマン切った後にさ、パーマン来てさ、あーパーマンドラだな、やべえ、チーマン切っちゃったよと思ったらさ、チーマン引き戻したしさ、なんか今日ある。明日死ぬかもしんね。ネットマージャンで買ったぐらいで死ぬっていう。その程度の運命力しかなかった。リトゥイートしましたか。トゥイッター。殺したくなるべ、ツイッターとかって言われて。ベヨネッタのさ、コスプレしてる人いるんだけどさ、この人すごいんだよな。普通に、あ、この人美人だなと思ったらさ、今年で44らしいんだよな。すげえ気使ってんだなと思って。全然見えない44に。俺より10個以上上だでな。世の中わかんねえっすね。
ね、あ、スナックス知ってる？葵さん、あの人のエイダのコスプレすごいんだよね、マジで。スナックス知ってるか、さすがだね。うん、声渋いな、上地雄介声渋いぞ。さすがツナックス。ビーチニャ。コロハス。ビーチニャ。ぶっころ。いやリーチされると行きたくなる。リーチです。私はそんなに高くないです。ちなみに。あ、リーチした。じゃあ俺も行こう、リーチだから。あ、三元リーチ。ドラッグオンドラグーン。俺しかもこんなに点数なんだから行かなくていいのに。あ、こんなに点数だから行かなくていいのに俺。相当頭悪い相当頭悪いリーチ。あ、積もったはい、油乗ったやりたいだけリーチだった。これはひどい。これはなんか申し訳ねえな。本当にただ運がいいだけで勝ってるっていう。次やったら多分次の順目は多分もう目も当てられないぐらい。あれだよ多分。うん。山王に勝った後の湘北みたいな。あぐらい しょぼんでると思う。どこだっけ、愛和学院にボロ負けするから俺3回戦で。山王と愛和のブロックに囲まれるとはな。ご愁傷様。Twitter おじさん今日いないのかそれ。リトゥイート腹立つわマジで。あいつしかも全然英語できねえじゃん。だからムカつく。英語できればいいよ別に。できねえくせにぶってっからムカつくんだろハゲ。あ、たまに言いすぎる。なさるな。あいつごとく全然やんないかな。やんねえかな。ソーズもな、バイオロク全然やんねえしな。バイオロク神ゲーつってたじゃねえかあいつ。あのクソゲーのこと。あ、配信でもあれだね、こうさ、そろそろ俺らもさ、つもクソかっけえつも。いや、しかも俺それ出しそうだった。あ、でもあれか、つもだからか。おぉ、リーチしなかったの偉いな。手代わり待ってた感じか。あ、バズが死んだ。ショックで死んだ。大丈夫、まだ300点あるぞ。バズ死んだ。死んだ。本日5回目ぐらいの死亡ですね。とりあえずギリギリまで待ってみるか。その顔いいね。あの、煽りにかなりいい。あはははは。赤う。赤うじゃね。嘘から。嘘から。悲しみっすね。嘘からはやべえな。ポンニャ。チー。声渋いな。めっちゃかっこいいじゃねえか。ユンボいいキャラ使ってるね。それありだな。
かん。こっち欲しかったな、アシャ。チ。お前大丈夫か、それ上がれるやつ。ですよね。チ。渋いな。お、こっちも仕掛けるね。みんな泣いてる。みんなみんな一緒でいい。あははは、さよなら。本当か？本当かこれ。別にドラいらねえけどさ。さすがにこの3連はひどいだろ。ロン。あ、できる。あれこれ飛んだ？おお。ギリギリや。これはひどい。あ、こんばんは、どうも。いやー、ギリリギリが。ギリギリが二人いる。すごいな、死にそうなやつ。これ親っぱれなんか出ようもんなら二人死ぬな。リーチ。お、早え。声渋いな。マジで渋いな。いや無理だ、わかんねえ。チ。頑張れ、バツ。ここは親。バツ親なのに、親なのに3周目リーチされた。本当だ、ネギだ。ネギ神剣じゃないですか。ロン。わかんねえや。おっしゃ、黒竜出たんだけど。おい、しかも3匹だぞ。ヒエですら。ヒエですら2匹出すのがやっとなのに。黒竜今3匹出たんだけど。もう遅いぜ。巻き方を忘れちまったから。ユンボのキャラ超強いじゃん。魔界の方のジャガンシヒエ。300か。命の尊さを学べる麻雀。ないな、今のここだったかな。ポンです。マジタリ。お？ポンです。これは、
こいつ旅団か。ポンニャ。あ、やばい今の迂闊だったな。ワンチャンあったな今。あ、こら、リンシャン。そして私も行く。ダブルで出なそうだな、これ。あ、ああ。切れてる。ないとことりあえず。リーチニャ。お前。さすがにでしょう。さすがにいけねえな。見守るのみだな俺は。うん、まあそうだよね。あんなんで9万切れるわけねえだろう。マジでゲロ吐きそうだった。でもしっかりテンパってるな。いや、罰がリーチできるようになった。そういう時の気持ちを代弁してやろう。早く殺してくれ。早く殺してくれだよな。マジあるかんな、それな。早く殺してくれ、マジあるんだよな。なんかもう優しく殺してってなるよね。ユンボ来たけどどうする？もう一曲くらいやる。さすがに罰がきついから。どうなん、それオッケーなんか、それかわいいよな。それバンバン貼ってくれ。それ俺好きなんだよ。ユンボイのこのさ、あのアイコンにさ、あのあれだよね、このキャラクターの顔がまた合うよね。うん、休みだから平気。お、わかりましたんで、じゃあ無理しない程度にやります。俺も全然大丈夫だよ。俺なんて言ったって2連休ですから。この世で一番強い言葉、2連休。2連休っていいよな。土日休みって魔法の言葉だよな、マジで。金曜の夜すっごい夜更かしできんもんね。めっちゃ濃い。濃ゆいんだよな、ボイスが。女だったらまた開いてたな。久しぶりに行ったかもしれない。こっちょ怖いな。さすがにそうだよな。ユンボイ来てくれたのに一曲で終わりだとあれかなっちと思った。うん、濃ゆいな。ツーナ、ツナックス。オッケー、釈迦地蔵。
悩んでんな。せい終わりよった。勘違いか。動くべよ。この人かわいいでしょ。44なんだって。あ、バツ飛んだか。天下無双にゃ。あ、飛んでないか。あ、そっか。3800、3300。どっちも死ななかったね。命の尊さを学べるゲームですね。ガチャだけは運が良かった。さすがよ、ユンボイ。バツな、本当に回線の相性だけなんだよな。良くなるといいですね。うん。何がいけないんだろうね。本当に単純に相性なのかな。うっす、じゃもう一曲お願いします。さすがにもう一曲であれだよな。うん。俺とバツなんかもう2時間以上打ってる気がする。最初2人で打ってた感じね。まあでも2人で打ってる時はそう練習気分で。メモリか。あ、チンチンになっちゃうのね。要するに本体が。エッチな言葉じゃないですよ、ちなみに。俺下ネタ言うの嫌いなんで。チンチン。いないな、そういえばチンチン今日。メモリの問題でしたか。チンポコ引き抜き丸さん今日いないっすね。娘っ子のところにさ、行った時さ、この人の名前最初どうやって呼べばいいんだろうって困惑しましたって言ってた。あいつは若い女にチンチンってチンポコって呼ばせて喜んでる変態だぞ。チンポコ引き抜き丸、そもそもどっから出てきたんだよ、チンポコ引き抜き丸って。センスの塊だよな。そこはなかったかな。ないな、ポニャ。おお、飛ばすな。きつ。えい。怖かったけど。さすがにまだ張ってない。いやでもな、そういうのがダメだよな。大体俺が死ぬときその慢心油断その手合いだからね。いい声だな。北ヤグ新影流だな。さすがにも無理だな。ダメだわ。
や勝負手じゃねえ。無理無理。貼ってねえのかよ、お前。お前なんで貼ってねえんだよ。なんでだ。いやー面白いな。燃えるぜ。こっちはジャッカルだな。おお燃えるぜ。だいぶ熱いなこれは。もういいんすかって感じだよな、うん、あこんにゃし。さてどうくる。どうしようこれ。いやなんか嫌だな。なんか嫌な感じになってきちゃった。極端だなマジで。極端だな。知らん俺知らん俺って顔になるわそれ。極端すぎる。面白いな。うわいやそこはちょっと切れないな。待って今の言いそう、うかつすぎるわ。いや強かったんだけどな。さすがにあの鳴き方されると動けねえ。とりあえず切れとこ。極端。悪くなかったっすねでも。引っ掛けだった。いい引っ掛けだった。団子だな。むしろ俺だけへこんでんのか。俺が吸収された形か。
ちょっと早かったかな。あるかんな、ここね。早かったか、普通に。まあ、こっちで来ればね。こっちで来ればっていう。そういうとこ切れないっす。あー、なんかぐちゃぐちゃだな。弱いんだよな、そういうとこ。それだ。すまねえな。運が良かったわ。ギリギリで張った。高めでした。すまぬすまぬ。3色つくとなんかあれだよな、結構なんか景気が良さそうに見える。申し訳ない、運がいいだけのゴミなんで、ご容赦を。もう知らん俺になってる。かわいいなそれ。パツ死んだ。よくショック、電気ショック。ちょっと引き伸ばすか、じゃあまた。ちょっとごめんね。バツ復帰までちょっと引き伸ばすんだ。はい。間に合わなくて。あ、シャーか。ちょっと持ち時間使い切らない程度に。うん。あの、あまりの時間だけでちょっと。うん。そうそうそう。帰ってこれねえか。ダメだった。いや、いいピンだ、まだいいピンだからある。まだいいピンだから。リーチ来た。リーチ来たか。どうしよう、どうしようかな。まずがこれは振り込んだらちょっと悲しいやつですね、これは。無理ぽ、無理だったらしい。ロン。パツが全自動。いや、さすがに無理か。限界だったか。ピンピンノグだ。君今度パソコンでやってはいかがかね。パソコンでやっては。毎回、それ、俺パソコン、全然大丈夫だよ。うん。今度からパソコンでやってはいかがだろうか。悲しい。罰の死体と戦うか。俺とユンボイで。トンさんなんだよな。さすがにダメか。検討。うん。さすがに毎回こうなっちゃうようだと。お前の方もやりづらいでしょ。うん、うん、どうせ家いんならパソコンでやった方がいいよって思う、私は。
まあっていう説が説もありますぐらいで、ここだったかな今な、若干後悔。そうだよな、これあるもんな。要するに熱暴走を起こしちゃうわけか。それだいぶチュライですね。人雷だったの。ジーニャ。ここでよかった、そこでよかったじゃない。さて、いや、ハクがね、一切れだったからさすがに切れなかった。あ、俺親か。悪くないな。悪くないっていうか、結構早く、面前で作れそうっすね。ここかな。まあここなんだろうな。しかも割となんか何の天気もなく、なんか持っとくのがめんどくさいからっていう理由で急に切る。切るら切る。なんかブイブイ言わしてんだけど、 CPU が CPU がブイブイ言わしてんじゃねえぞこら。うりぶっ殺す。スタンプエレ貼ってる。まずワンチャン今なら点差がそんなに開いてないから、さすがに今日は無理だろうな。
うまくいけばなんかあの2位になる、うん、あツモニャイエス安めの方ですけど十分だな。あ乗ったうっす。オヤマンジャパンですね。やったぜ。あじゃっす。まあでもユンボイもあ帰ってきた。おかえり。感動の涙を流しとく。おかえり。生き返った。ドラゴンボールで生き返った。果たして悟空は。あんまりあれのモノマネをしたことがない。気づいた時にはもう初めてだった。なるほど、そっか、だからいつもあれなのか、対局終わったらスッて消えてくる。大変だね。 PC 版を、 PC 版は結構簡単にできますよ。ちなみにそんなに重くねえし、体感ですけど僕の。ジーニャ。ジーニャ。そんな顔にもなるぜ。パツが泣いたのかと思ったよ、泣き方的に。テケチ。なるほど。シェイ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 。もうまっすぐ行く。こいつすごいとこ感じたな。かっこいい。濡れた。CPU 合わせ打ちしてくるんだけど。なんだこいつ、なんやねんお前。これはふぅ、まあ、おりですな。張ってなかった。やべえ怖え。シャボテンか、そのシャボテンは出そうだな。うん、危ない、怖え。虎視眈々と狙ってやがった。伏兵すぎんだろ。恐るべしでしたね。フランでよかったって感じだったね。なかなかスマートじゃねえか。しかしバーニングの親番である。おー、酔いどれ。一発逆転。あ、まだまだ、でも全然あるかんな。
ガンガンとか一回上がれば全然変わるしな、一気に。12時半なんか、あーですかな、まあいっか、ちょっと嫌いな形だけど、ここだったかな。ゴポゴポ。ポニャ。なんと。キッズ。結局切る。ジーニャ。トゥ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 。うん、お、狙ってやがるな。とりあえず切れとくか。ダメだった。確かもっといいって、ここ切れば、三蔵切ればよかった。怖えー。遠足三面じゃねえかよ。全然あるな、バッチ。しかもまだ親だべ。あるね。今のでかなり。今の3000はでかいな。やるじゃない。貴様を今この瞬間から敵と認識しよう。あのアーカードの旦那みたいな感じ。第666高速機関解放、次元なんだっけ、干渉虚数法人展開だ。一時期結構やってました、ブレイブルああいう中二っぽい、なんかさ、あのすごい長いやつ、映像みたいなやつ超好き。次元干渉虚数法人展開だからな、素晴らしい、ブラーボー、言わざるを得ない。なるほど、悪くない、悪くないんじゃけど、これちょっと邪魔じゃよな、これな。キチュイキチュイですね。おおー、ちょっとビビったわ今、知らん俺。早めのリーちゃんはちょっと怖いっすね。いや切れんのがねえなー。まあとりあえず現物落としていくか。なるべく振り込みたくない。想像はちょっと怖いな。
とこれか。おお、お前の方か。綺麗夜。うまいな。しっかり逃げたな。ユンボ上手くなってるな。さてはうまいな。やるじゃない。ムカつく。その顔ムカつく。にちゃーって感じですね。あ、死んだ。避けろナッパ。それはまた別のお話。ナッパどころじゃなかった、やめちゃう。トゥ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 ルルトゥトゥルル。うん、栽培マンだからな、やられたの。ちょっと感情移入あんまりできないかもです。悲しいって感じになんなかったかな。あーって感じ。そっかーって感じだった。やめちゃう。ボンニャ。とりあえずリーチニャ。はあ。これはやばいな、もうこれも地獄まで持ってくぐらいの気持ちで行かないとな。絶対切れねえ。いや、きついなぁ。怖っ。負けられない戦いがそこにある。渋い。これはこれはきついぞ。切る。あとだ。リーチ。圧あるね。リーチ。重みがありますね。ロン。おお、そこか。シャボか。あー強えな。そら無理だ。進化した。いやー、お見事。あれ3000点しか差がなくなってる。これもしかしてやばくね。ムカつく。めっちゃムカつく。これやべえ、上がれる気しねえ俺。やばいなこれ。なかなかないぞこんなクソハイパー。うん、勝ち方がわからない。少しずつ少しずつできてる。うん、再構築してる。アルター能力。あー、そこなー。お、切れてる。こいつ切れてやがる。ブシーブシーこいつ切れてやがる。あのタートルズの豚。ブシーっていうの。そう、あれ結構好きでした。ビーバップとビーバップだったっけ。ビーバップとなんとかっていう。ブヒッて。うん、どこに入ってもあれだな、ろくなことになんねえなこれ。あー嫌だけど、そんな嫌だったけど。
頭でなんかスパッと上がられそうで怖え。リーチにゃ。こいつ。さすがに行かざるを得ないか。どうすっかな。行け行け。行け行け。めぐり合いだ。あ、死んだ。たけえ。ゴンに。いやー、やらかした。やべえ、転落人生。オーラス、いや、俺がラスオヤだ。俺がラスオヤだ。これ、転落人生ありますね。いや、追っかけリーチしたくなっちゃうんだよな。勝負なんだよ。うん。なるほど。どうすかな。トン。いい声だな。どうすっかな。あるんだよな。あるようなないようなって感じだ。叩いてんだよ。ああ、とんでもねえことしてくれたな。リーチだ。こいつ。飛んだ。すげえ飛んだ。うちの回線があまりよろしくないですね。いやーそれだ。ロンニャ。ピンフ。さすがにリーチかけられんかった。おお、切り抜いた。切り抜いた。わあ、超ギリギリだった。天下無双にゃ。ありがとうございます。いやー面白かった。ギリギリだったらありがとうございます。知らん俺の顔。あの俺、あの顔は知らん俺って言ってるよな。聞こえてきたもん。ちょっとささやいてきてたもん俺の脳髄に。うん、脳に直接人生。いやだいぶ良かった。一番最後ピンフで締めたのいいね。流れっかなと思ってて、しゃあねえな。とりあえず、まあさすがにリーチするわけにもいかんしなって感じだったね。今日も面白いございます。2位ばっかなんだけど、この人なんか1位取れてないんだけど。
この人1位取れてないっすね。あー、こういう感じ。2位多いな。友人戦強えな、こいつ強えぞ、こいつ一律 53% こいつ強い、もしかしてこいつマージャンうまい錯覚しちゃいますよね。 53% とかついちゃった、たまたまなんですけどね。バツポイ PC おすすめ、そうだね、俺も PC です。いや、さすがに統計ほんと統計マジ統計なんだけど、統計出した方がいいっすねどうもすみません、じゃあ遅くまでありがとうございます。もうちょいで1時ですな。明日はとしひろさんのね RPG が、はい、女神転生じゃなかった、アバタールチューナーか、RPG 界最強のねひとしらさんと、バトルというリベンジマッチですね。前回のおつぼい、いいね、おつぼい、おつんぼい、ありがとうございます。またよろしくお願いします。お疲れ様でした。バツも、うん、PC おすすめですよ、うん、では。